ね。いいんじゃない？本当も思う。俺この間竹内さんと健太とあの時思ったらね、本当落ちたな。出てねえもんな。最後、本当。根性論やね。自転車乗ってるねかな。多分よ。落ちてねえのな。うん、他が落ちて、彼だけそんな落ちてねえでやろな。多分ずっと体鍛えてるだろうと。だって250キロとか、おかしいもん。平均時速25キロとか出てるし。走ってね、今日の往復で。駿河まで行ってくれよね。駿河ぐらいも。それももっとこすなりが起こしちゃったら、いや、高須から行くんやわ。この前見てたら、あの何、国見岳登って降りて敦賀まで行ってんやんな。どうなってんのこれ。はい、おお、あー、来てたんだ今の。え、なんだ、見間から来るかもしれんので。だいたい食いすぎやもん。ゆっくり服入ってんじゃねえやろな。来たんだ、来た。本当やな、9時5分や。なるほど、マジでいいぞ。いいな、マジで。ええよ、俺もう、つらいもん。え？え、マスクはもうせんて。おお。つらい。いや、あんまり良くないと思うし。少なくとも鼻は出そうねって言われる。片手もええんでね、別に問題ねって。こうやってチケット的な問題もあるだけやけど、うん、だけど、もう準備して、準備して、うん、意識しよう、意識。いいぞって言った瞬間やね。先から頭の先まで。まあまあ。やけた。はい。あ、やけた。どうした？どうした？やけた。突然左行ってるぞ。はい。はい。いいっすよ。よっしゃ。何やろな。いいんやけどな。力がちゃうんやもん。
系の。いいんじゃない、ここで決算引くでか。中身はどうするかな。もちゃもちゃいく。はーい。おー、すげーよ、ゲンタ。数えていう50円ですね。数えるし、50円です。でも50円じゃない。早いんですよ。うん、そんまり。お母ちゃんの腹の中にはモニターがあるから50円。これを入らんでもいいよ。柴田見えない。いや、高さ低く線でいって。細いよね。うん、ああ、やっぱだんだん細なるんやってな、これ。うん、後ろと全然太さ違うね。本当に。誰か来たの？だいぶこっち行ってるんだ。なんか飲み物買って帰らなあかんな。もう一分立てちゃう。あ、立ってるわ。1分21秒上がったらあかんわ、うん、上がった、うん、そう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 、今の感じ蹴って上上がってるんでは後ろ行ってない。はい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 。相手見てたの、相手見てた。ゆっくり。
足に力入らない。0.5 になると真横取れる、うん、この距離で真横を取れる、うん、魚類の目ってやつやな、ね、よく考えないこのサイズで魚眼入れるって大変やね。なんかやっぱ足細なったんてな気するな。育ってる。うん。今の取らなかったんちゅう。無理。アホ、無理やって。俺伸びてんやで取れたっていうのかな。俺が足はごめんやで。今日は無理や。自滅してくパターンや。一分一分。ああ、でかいな、今のお前。はい、クリップ。はい、クリップ。意外と均衡したな。通常やったら耳やつなのよ。
なんでやねん。今、踏ん張りそこやん。